坪内ひろみの耳つぼセラピー。今回はセラピストをしている私、坪内ひろみがフェイスラインのリフトアップに効く耳つぼをご紹介します。今回ご紹介するツボはこちら。お顔全体をほっそり見せ、フェイスラインをキュッと上げてくれるリフトアップのツボ。耳の外側の溝に沿って、耳たぶのちょうど中央あたりへ向かって3箇所耳つぼシールを貼ります。耳つぼを優しく刺激したり、専用の耳つぼシールを貼ることでリフトアップ効果が期待できます。スワロフスキー付きの耳つぼシールならおしゃれも同時に楽しむことができますよ。皆さん、耳つぼセラピーでもっと綺麗になってくださいね。